リチャードローのギター担当安井です。今回は、自分の使用機材の紹介をまた、その動画でやってみようかなと思って やってるんですけど、前回というか、前に、自分の足元の機材ですね、G システム の自分のお気に入りのペダルボードと言えばいいでしょうか、エフェクターボードと言えばいいでしょうかね、の紹介をしてたんですけど、今回はちょっとアンプの方の紹介をしてみようかなと。これですね、ケンパー、ケンパープロファイリングアンプリファイアーでしょうかね、正式名称フルネームで言うとね。で、このケンパーがどういったアンプなのかっていう、見ての通りデジタル、アンプなんですけど、これがどういったアンプなのかっていう説明はもういろんな方が、インターネット上でされているので、もう今更僕が説明はしなくてもいいかなと思ってるんですけど、自分がどういうセッティングでっていうか、どういう音をこのアンプでケンパーで、使っているのか作っているのかっていうのを今回ちょっと話してみようかなと思って、このケンパー、いろんなアンプの音をこう取り込んで、自分の音としてこう使うことができるという、かなり最大の、利点と言っていいと思うんですけど、そのプロファイリングという機能ですね。それで、僕もいろんなアンプの音を、実際この自分のケンパーに取り込んで、音作りをしてるんですけど、やっぱりこう自分のこうメインとする、音っていうのがだいぶ決まってくるので、そんなに特化引っかいいろんなアンプを使う、部屋で、ね、ギター弾いて遊ぶ分にはそれで十分楽しいんですけど、なんかやっぱ自分のバンドの音として使うとなると、だいぶこう偏るというか、固定してくるので、その辺の紹介をちょっとだけしてみようかなと思います。でまずですね、この画面多分文字まで映ってるかどうかあれですけど、大丈夫かな。エングルのスペシャルエディション、っていうアンプが僕のすごく憧れのアンプだったので、このケンパーを自分のなんかこうアンプとして使うようになった時に、もうまずやっぱエングルの音が欲しいと思って、もう真っ先にセッティングしましたけどね。このエングルスペシャルエディション、エングルの E670 だったかな、型番で言うと。そうですね、一応自分の今のところメインの音としている、アンプでして、スペシャルエディション3チャンネルあるんですよね。クリーン、クランチ、ドライブ、もうすべてダウンロードしてこの鍵盤の中に取り込んで、使ってますね。クリーンチャンネルもあんまり普段使わないんですけど、せっかくそんだけアンプの音を取り入れれるなら、と思って全チャンネル取り込みはしたんですけどね。パフォーマンスモードかな。で、あとそのバンクで自分の、作った音を、1つのバンクで5個、セッティングできるので、バッキングで使う音とクリーンで使う音と、あとギターソロとか あのリード用の音と全部セッティングして、それを G システムで、操作するようにはしてるんですけど。使い勝手がいいです。そのエングルのスペシャルエディションっていうのもアンプなんですけど、実際ケンパーで言うと、ブロックが3つに分かれてるんですよね、ケンパーって。で、アンプがど真ん中にこうセッティングできるようになってるんですけど、その前に、アンプの前段の、いわゆるプリエフェクトの部分と、センドリターンで使うような、歪みの後の、ポストエフェクトっていうふうな形で、3ブロックあって、
僕の場合は G システムをあの愛用しているので、もう3ブロック目はもう全部じゃないんですけど、まあ、ほぼほぼあのこれですね、ループモノ、今画面まで映るのかな、ループモノっていう感じで、まあ、モノラル出力しているので、今のところはあのそれでまあ G システムの方で、あのセンドリターンですね、アンプでいうところ、あの普通のアンプでいうところのセンドリターンでもう G システムのフリーエフェクトと連携させてっていう形にしてるんですね。で、まあ、G システムの方と、まあ、ケンパーもそうなんですけど、 MIDI で、セッティングあのつなぐことができるので、まあ、それで全部連携させてっていう感じで音作りをしていってます。で、あとはその前段の方のエフェクトも全然じゃないんですよね。これもほぼほぼ使ってないんですけど、まあノイズゲートと、あとまあワウですね。ワウが結構、あの、鍵盤の中に入っているワウのシミュレーションなんですけど、それは。あの、お気に入りのワウが、たくさんあって、画面までちゃんと映るかどうかわかんないですけど、ワウの基準まで飛ぶと、お気に入りのワウって言えるか、どっちかというと憧れのワウですね。欲しかったけどずっと買ってなかったワウとかが入ってるんですよ。あの CAE のワウと、あとまあクライベリーはね、やっぱ皆さん使ってらっしゃる方多いですけど、あとモーリーのバトボシー、あのスティーブ・バイ先生の、モデルですね、のワウが入ってるので、その辺を結構嬉しくて、あ、これちょっとケンパーのワウを使いたいと思って、使うようにしてるんですけど、なかなか。面白いですね、この辺、ケンパーのセッティングでは。はい。で、まあ、せっかくなんで他の音もちょっと出していきましょうか。まだメインで使ってるのはもうほぼほぼ、もうエングルの、このスペシャルエディションなんですけど、まあ、曲調に合わせて違う音を使ったりっていうので、まあ、マーシャルの、これだって今は JCM の900ですか。あと JCM は800、900、あと2000もう全部取り込んでて、そこの中で、まあ、自分の好みでカスタマイズしたりとかしてるんですけど、まあ、こういうのにしちゃうと、これも今 JCM2000 になってるんですけど、割と低みは原因ですねは小さめで低めにしてるんですけど、鍵盤の中で前段だストンプっていう段になるんですけど、フリーエフェクトでまだ歪みペダルのシミュレーションがたくさんあって、チューブスクリーマーとか、DS1 とかラットとか、そうですね、もう入っていて、その辺は結構自分の好みで使ったりするので、今はこれ保存はしてなかったんですけど、一応設定上JCM2000 にこれだと、今だったらチューブスクリーマーのシミュレーションをちょっとプラスしたような音作りしてたりとかね、なんかその辺でも結構遊べますよね。あとは EVH5150 ですかね、まあ、ちょっとコーラスかかってるんですけど、これも3チャンネル分クリーン、クランチ、ドライブ全部取り込んで、セッティングしてますよね。CAE、カスタムオーディオの OD100、憧れのアンプだったんで、もう買うのもすごく高いですから、なかなかね、手が出せるものじゃないんですけど、ケンパーだったら、インターネットさえあれば、ダウンロードして、まあ、お気に入りのリグをこう探すのがちょっと
大変だったりするんですけど、いいなって思える音がアップされてたらそれを落として、まああと自分の好みのまあイコライザーとか、まあこれの場合だったら僕また前段にこれ多分ラットですね、マウスって書いてますけど、あのラットのシミュレーションの、音歪みペダルっていうんですかね、をちょっとまあプラスして、だラットをなんかオーバードライブとかブーストみたいな使い方をして、こうちょっと歪みを上げてるっていうセッティングをしてます。それをオフにするしちゃうん、結構これも気に入って曲に合わせてですけど、まあ、ライブとかでもよく使ってる音ですよね。最近作った曲で使うようになったんですけど、まあ音、うんだ、自分の好みの音でどっちにしろセッティングしちゃうから、まあ、さっきメインで使ってるって言ったエングルのアンプの音ですか、あのスペシャルエディションの音とかと、まあ系統的にはどっちしろ似てきちゃうんですけどね、あの EVH とかあのさっきのマーシャルとかにしろ、やっぱ自分の好みでセッティングしちゃうので、なのでせっかくこう全然違うアンプでもなんか結局俺がセッティングしたら、なんか、まあ、俺の音やな、みたいな感じで、なってるのが、ちょっと面白いところではあるんですけど、歪み方とか、なんかその辺の歪み成分といえばいいでしょうかね。それぞれこう、アンプによって違うので、その辺は、その辺で、なんかこう、使い分けとかしますね。あとこれがシルバージュビリー。まあちょっとあの歪みも抑え気味のセッティングですけど、これの場合は同じ番組にセッティングしてますけど、あの曲で曲の中のパートですねで使い分けで、ダイヤモンドアンプ鳴らす時もあれば、バーチャルのシルバージュビリーのこう切り替えをしながら演奏する曲が、あったりとかするんですけど、ディーゼルちょっともうやっぱメタル寄りの音を意識して作ってますね。これもクリーン、クランチ、ドライブって3つあったと思うんですけど、全部3チャンネル分、取り込んで音作りしてますね。これはまあ本当にライブのセットリストに合わせてでしか使ってないですけど、なんかこうメタル調の曲があったらこの音でやろうみたいな感じでセッティング、した音ですね。あとはマーセルの、 あの僕の憧れのギタリスト、スラッシュのアンプですね、あの AFD100 アピタイトフォーデストラクションなんか弾いた方がいいですか。リード用の音作りなんですけど、確か DS1 じゃなかったの、あ違う、リードのブースター、ブースターはあの、
シミュレーションでちょっと歪みを上げてる感じですけども。することないんですけど。あとはなんかな、面白いのあったかな。ああ、そうですね。ダンブル、なかなか普段触ることがないっていうアンプの音でも、ケンパーだったら取り込んでしまえば自分のアンプとして使えるっていう利点がありますよね。ダンブルのオーバードライブスペシャルという、なんかこう幻のアンプと言われているような、いわゆるそのダンブル系と言われる音の、大元のアンプですね。最近セッティングした音なんですけど、気に入ってる音なので今後もちょっと使っていきたいなと思います。今日は、5150シリーズを一緒に使えるっていうのが面白くてセッティングしたんですけど、EVH5150-3 とあと PB の5150、もしくは5150-2 でしたっけね、あれマーク2でしたっけね、名前ちょっとあれですけど、それをなんか同じバンクの中に入れちゃうとバッキングでは PB でリードになったら EVH でみたいな使い方ができるのもなかなか面白くて、タイプのフリアンプとかの音もいろいろ転がってるので、その辺のダウンロードしたりとかして、あんまりこの辺はライブで自分が使うかって言ったらそうでもないんですけど、ちょっと遊ぶ時とかによく部屋でね、練習の合間にちょっとギターで遊んだりとかする時にいろんな音を試したりとかしますけど、ロックマンですね、某、バンドの超有名、超人気ギタリストが、昔愛用してたという
がちゃんと、そっくりそのまま使えるのが面白いですよね。当時のファンの方々とかそれが好きだったっていうギタリストさんからすればかなり、熱くなれるんじゃないかなと思いますけど。まあそんなことなのでですね、いろんなこうアンプをセッティングしてるんですけど、まあ、さっきも言ったようにメインとして使ってるのが自分の場合はエングルのスペシャルエディションで、まあ、基本的にはこの音が中心になって、この音っていうかこのアンプですねを中心にして、使ってはいるんですけど、鍵盤を持ち運びするときに僕キャビネットスピーカーは持ち運びできないので、もうそこのライブハウスだったり、リハーサルスタジオだったりにある、キャビネットを使うんですね。まあ、それがもうほぼほぼマーシャル の, 1960になっているので、こうやって今部屋で音出ししているときとかでも、鍵盤の中で、キャビネットをシミュレーターって言えばいいかな、まあ、それもまあ取り込んだものなんで、プロファイリングした、キャビネットをこう使い分けてるというか、まあ、同じどう言えばいいかな、違うリグでもそのアンプのヘッドの部分とキャビネットの部分をこう切り分けて、使い分けして、それをこう同じキャビネットに全部いろんな音を合わせて音作りしてるんですけど、分かりにくいかな。鍵盤の中でだからキャビネットはもう一つしか使わないようにしてるんですよ。っていうのも、まあ、それがまあマーシャルの1960にしてるんですけど、でまあそれも結構最初選んだというか悩んだんですけど、たくさんアップされてますから、自分のこう耳に聞かせてそのスタジオだったりライブハウスだったりで、違和感がないようにしたいので、その音作りした時なので、まあこうやって部屋で音を出す時も、まあ、マーシャルの1960のキャビネットの上に、まあ、さっき言ったそのエングルだったらエングル、EVH だったら EVH、OD100 だったら OD100 と、こういろんなアンプを、組み合わせて、それでまあ音作りをして、でいざスタジオだったりライブハウスだったり行った時は、鍵盤の中のキャビネットはオフに捨てる状態なので、実際 の, キャビネットで僕は音を出したいので、なのでそうした時に違うキャビネットで音作りしちゃうと、スタジオ入った時になんか音作りした音となんか違うみたいなことになっちゃうので、まあ、なるべくスタジオで自分が実演する時に使う、キャビネットに合わせた音作りを部屋でもするようにしてるんですね。ただもうレコーディングとかになるとやっぱそれは別になって、もう鍵盤から直接つないでレコーディングするので、なのでその時はちょっとキャビネットをまた、鍵盤の中でですけどね、鍵盤の中でキャビネットをまた入れ替えて自分の気に入ってるキャビネットと組み合わせたりとか、そういう音作りにして、まあ、レコーディングの方が望むんですけど、まあ、実演となると、まあ、基本的にやっぱキャビネットの方はマーシャルの1960になるので、まあ、それを想定して、まあ、音作りはしてますね。だから今鳴らしてる音もヘッドは確かにスペシャルエディションのヘッドなんですけど、まあ、そのキャビネットの方はもうマーシャルの1960にセッティングしてやるっていう状態なんですよ。でこれもだからそのいろんな方がこうアップされてる、そのリグの中でこの人のなんかこう音がいいなと思ったら、まあダウンロードするんですけど、まあ、キャビネットだけまた別にいろんなヘッドとこう組み合わせをして音を試してみて、あこれなんか普段自分が使ってるスタジオとかで耳にする音とほど近いなっていうのをこういろいろこう選んでですね、それを一つ決めて、あじゃあこれでいこうみたいな感じで今もそういう使い方をしてますね。まあまあ実演するときにはその辺はね、もうキャビネットはオフになるから気にしなくていいんですけど、まあまあそんな感じで、ざっくりですけどね、自分が使っているケンパーの中の、音作りまあエングル、あと EVH もそうですし、あとマーシャルの JCM シリーズですね、シルバージュビリーとか僕すごく好きだったので、で OD100 もそうですし、あともっとマニアックなフリードマンだったりとか、すごくこう人気のアンプってたくさんあって、ボグナーとかもそうですよね、もう本当にこういろんな音が出せるので面白い、面白いおもちゃなんですけどまあまあでも自分で演奏するってなった時はやっぱそんな特化引っかいろんなアンプっていうよりかはなんか結局は気に入った音をこうずっと使い続けるっていうような形にはなってますね。その中で、まあ、ちょっと曲調に合わせてさっきの例えばディーゼルみたいな音だったり、なんか極端にこう寄せてみたりとか、
する時もあれば、違うアンプだけど結局もうほぼほぼいつも自分が鳴らしてる音とほとんどもう近い、あのブラインドテストしたらもしかしたら分かんないんじゃないかっていうようなセッティングしてるのもあったりとかで、音の使い分けは、自分の中でこう納得する形では一応やってはいるんですけどね。なんかそういうのも、このデジタルアンプの強みかなとは思いますね。なんか最近なんかアップされたインターネット上でお話をされてた、あの僕の好きなギタリストでもあります、あの北島健二さん、ケニーさんですね、がおっしゃってたんですけど、なんかデジタルはデジタルでいいところと悪いところがありっていう、ね、そういうで、まあ、昔からこう使われているなんかヴィンテージものでもまたいいところはいいで、悪いところは悪い、できるところと できないところはあるもんで、まあ、それを全部踏まえた上でこうなんか自分の、好きな音として作れたらいいじゃないのっていうふうにおっしゃってたんですけど、本当に僕もそう思いますしね。あのこうやってもうデジタルのセッティングに今はもうなってるんですけど、だから完璧かって言ったら別にそうでもないですし、なんかやっぱいいところはいいで、悪いところはまあ悪いところっていう言い方をしちゃダメなんですけど、まあそういうところもちゃんと認めて、まあそれでもなんか自分の好きな音が作れて演奏できてるなら、うん、やっぱギター弾いてて楽しいなと思うんでね。はい、まあそんなこんなで軽くですけど、自分の使ってるセッティングをちょっと今日は紹介してみました。またなんかこういう機会があればなんかもうちょっとこう突っ込んだら、イコライザーのセッティングはどうなのかとか、こういうなんかこうコーラスのかかり方とか、なんかリバーブはどうやって使い分けてるのかとかいうのもなんかすごいマニアックな話になりますけど、なんか機会があればやろうかなと、もしくはなんかそういう話聞きたいっていう声があればやろうかなと思います。はい、まあそんなこんなでちょっと長くなりましたけどね、また機会があれば、こういうこともしたいと思います。はい、ではでは、リチャード・ローンのギター担当、安井でした。またどこかでお会いいたしましょう。バイバイ。